皆さんこんにちは。こちらはトップランキングです。今回はまるでファンタジー小説から抜け出してきたような場所を皆さんにご紹介したいと思います。地球にいることを忘れてしまうような非現実的な場所。皆さんもトールキンの中津国のようなファンタジーの世界か、はたまたどこか別の星かと錯覚してしまうかもしれません。興味が湧きましたか？それでは始めましょう。ポナニ海岸。モーセ率いるヘブライ人がエジプトを脱出するとき、ファラオの追跡から逃れられるよう紅海が割れて道を開けた。皆さんは旧約聖書に出てくるこんなエピソードを耳にしたことがありますか？現代の研究者たちはこの話を美しい伝説だとみなしていますし、信者に聞いてみても例え話だという人が多いかもしれません。ですが、つい最近何らかの力によってこの伝説が蘇ったようです。2018年にインドのケララ州を襲った壊滅的な洪水。複数の専門家によれば、これは過去100年で最悪の洪水で、数百人が影響を受け、被害額は数百万ドルとも試算されました。ですが、水が引いた時、人々は不幸中の幸いとも言うべき光景を目の当たりにします。そう、海岸線が変化して海がパックリと割れ、細長いサスが姿を現したのです。ポナニ海岸と呼ばれるそのサスを人々が歩く様は、上から見るとまるで海が割れているかのように見えます。この現象が起こった原因については現在もはっきりとは分かっていません。プロホドナ洞窟。ブルガリアに行くならプロホドナ洞窟は必見です。この洞窟は東欧の小国ブルガリアの首都ソフィアからわずか 100km ほどの場所にあり、車で行くならアクセスはそれほど悪くありません。プロホドナ洞窟はブルガリアで最も高い場所にあるカルスト洞窟ですが、一番の見どころは別にあります。洞窟の天井には目にそっくりの形をした2つの穴が開いているんです。真下から見ると天井には鼻と口まであるような気がして、巨大な顔に見られているような感覚に襲われることでしょう。地元の人はこの穴のことを神の目、あるいは悪魔の目と呼んでいます。心臓の弱い方にはちょっと刺激が強い光景かもしれませんね。妄想性障害と長年付き合っている人でさえこんなに監視されていると感じたことはないと語るほどです。ホーステールフォール。アメリカカリフォルニア州にある風光明媚なヨセミテ国立公園。その中でも特に素敵な場所がエルキャピタンという岩山の東面にあります。この岩山にちょうどいい角度で近づくと、斜面を流れ落ちる巨大な炎の川を見ることができます。その様子は火山の噴火か、あるいは灼熱に溶けた金属の川がファンタジーの国から流れ出ているかのよう。もちろんここにはノームなんていませんから、荒くれ者のヒゲ男に混じってビールを一杯なんてことを期待してはいけませんよ。炎の川は目の錯覚で、ホーステールフォールを沈みゆく太陽が染める時に見られます。2月、ほんの数日だけ起こるとても珍しい現象で、天気が良く滝が凍結していないという条件が揃った時にのみ見ることができます。スポッテッドレイク。カナダのブリティッシュコロンビア州にクリルク、別名スポッテッドレイクという湖があります。夏になり湖がほぼ完全に蒸発すると、湖底にあるカラフルなミネラルの地層が顔を出します。でもこの湖の見どころはそれだけではありません。湖底に残った水たまりが独特の魅力を醸し出しています。色とりどりの水玉模様のようなほぼ深淵の水たまりの数々。まるで巨大な抽象画家があらわになった湖底をキャンバスに見立てて水玉模様を描いて埋め尽くしたかのようです。なお、スポッテッドレイクは先住民族オカナガンの聖地であり、立ち入りには族長の許可が必要です。皆さんがもしトライポフォビア、つまり穴の集合体に恐怖を感じるタイプの人なら、カラフルな穴だらけの湖底の姿に居心地の悪さを感じるかもしれませんね。血の池地獄。
もしかしたら皆さんは血の伯爵夫人の異名を持つエリザベート・バートリの伝説を聞いたことがあるかもしれません。ハンガリー王国の貴族だったバートリは現在のスロバキアにあるチェイテ城に居を構え、若さを保つために乙女の生き血を浴びていたと言われています。とはいえ現代の歴史家の中にはこの話はバートリを貶めるためのデマで実際には全く違っていたと考える人もいます。もしエリザベート・バートリーが本当に血の伯爵夫人なら日本の別府市にある血の池地獄に大喜びしたことでしょう。中世には本物の血で満たされていると信じている人もいたようですが、もちろん実際にはそうではなく酸化鉄と酸化マグネシウムが大量に含まれる普通の水に過ぎません。池の中にある石も何世紀にもわたって湯にさらされたことでやはり赤く染まっています。実のところ血の池地獄に入るのはあまりおすすめしません。池の温度はおよそ78度もあり、やけどする危険があるからです。さすが血の池地獄の名は伊達じゃありません。どうしても入りたいという方は敷地内にある足湯を利用すると良いでしょう。ここはホラー映画の撮影をするのにもうってつけの場所かもしれませんね。石林風景名勝区。世界で最も奇妙な岩が集まる場所として知られる中国雲南省の石林彝族自治県。そこにはサルバドールダリのようなシュルレアリスム絵画を彷彿とさせる景観が広がっています。それはまるでとびきり変な夢に現れる幻想的な生き物や木々が瞬く間に石と化したような幻想的な風景です。石林が形成され始めたのは今からおよそ2億5000万年前。このエリアがまだ海底にあった頃のことです。海水の減少とともに姿を現した海底の柔らかい石灰岩が数百万年にわたって風雨と潮の満ち引きにさらされたことでこんな奇妙なシルエットになったといいます。そんな不思議な石林は地質年代をまたいで今もなおここに存在しています。もしかしたら恐竜もこの歴史ある石林を眺めたかもしれませんね。ラーマのために架けられた橋。今回の動画はインドから始めたので、やはり締めもインドにしたいと思います。古代インドの叙事詩ラーマヤナにこんな面白い逸話があります。インドの偉大な英雄ラーマは現在のスリランカにあたるランカ島の魔王ラーバナと敵対していました。ある時魔王ラーバナはラーマの妻シータを連れ去ります。ラーマはラーバナに対して挙兵しますが、彼の軍勢は島に渡ることができません。するとラーマと同盟を結んでいた猿族バナラが水に浮く石をたくさん運んできてランカ島とインドを隔てる海峡に橋を架けたのです。大陸と島を結ぶ長い浅瀬の連なりラームセートラーマの橋はこうして生まれたといいます。欧州ではアダムズブリッジとも呼ばれるラームセートはまるで島が人工的に散りばめられているようにも見えます。中世のオランダ人が海沿いの領土を手中に収めることができたくらいですし、はるかに多くの資源を持つ古代インドの王様たちにできない理由はないでしょう。もちろんこの橋を作ったのは猿ではなく、きっと普通の人間なのでしょうが、そうだとしたらなおさらその努力に驚かされます。ラーマの橋は15世紀まで徒歩や馬でも渡ることができたそうです。それはもはやエジプトのピラミッドにも引けを取らない人間の力の結晶と言えるでしょう。とはいえラームセートが自然に形成されたものだとする説もあります。ですがそれがどうやって生まれたのかは専門家にもわかりません。今日はこれでおしまいです。皆さんご視聴ありがとうございました。今回ご紹介したものの他にももちろん幻想的な場所は存在します。名前は聞いたことあるけれどもっと知ってみたい、皆さんにはそんな絶景はありますか？コメント欄への書き込みをお待ちしています。次回このテーマについての動画を作るときにぜひ取り上げたいと思います。楽しく旅をして感想をシェアしましょうね。それではしばしのお別れです。またお会いしましょう。さようなら。